こんにちは。どうもです。はい、ご無沙汰でしたね。ご無沙汰でしたね。どんくらい前、なんか暑くなる前だった？だってもう前が8月とかそんなんでしょ？ああ、もうね、いろいろあるんですよ。ね、うん。いろいろとね、ちょっとね、こっちも集まんなかった。まあまあまあね。ですね。なんかいろいろとちょっと、その間、三留さんもいろいろやられたりだっていうことで。はい。ちょこっとね、前にも話したかもしれませんが、5時間特に、はいはい、長谷川和彦革命的映画術が7月に、うん、ありまして、ええ、で、ゴジさん の、 映画監督作は2本でしょ、はいはい、だけど、まあ、それ以外にも出演作の夢二とか、脚本を書いている、濡れた声を走れとか、それとネズミ小僧とか、なかなか見らんない作品を、フィルムでユーロスペースで上映しました、しかも今回ドークもあって、ゲストも結構豪華な方々が、ゲストね、初日は岩井俊二監督来てくれて、もうその時点で豪華じゃないですか、少しもう満員、でそのゴジさんの次の映画をプロデュースするっていう話まで何度かね、なんか強引に持って行ったりとか、はいはいはい、で最終日は、青春の殺人者の上映の後に水谷豊さん、あ、はいはい、監督、ね、が来てくれて、監督ですし、もう今ね、もう話題そうじゃないですか。そう、だって俺よりもたくさん撮ってるな、豊かみたいな感じだった。あ、もう抜いちゃってますもんね、確かに監督作品で言えばね。うん、それで、でも、ゴジ監督もすごい水谷さん来るのを楽しみにしていて、で、水谷さんは水谷さんで、も本当にスケジュール開けて待っててくださったんですって。もう本当だって、まあ、相棒の新シリーズとかあって、もう本当に忙しい中で ね。そう。でも何が何でも駆けつけますって言ってくださって、でも本当に盛り上げてくれて、最高だと思う。いろんなね、監督お風呂入りましたよね、一緒にとかね。なんかね、いろいろね、青春の殺人者秘話。とか、最初会った時の話とか、なんかもう本当にとっておきの話をしてくれて、いやすごかったです本当に、でね、また火がついたみたいなんでね、本当に大丈夫ですかね、ね、はい、もうだってだいぶ新作撮るっつって三留さん知り合った後もその話ばっかりで、ね、もう十何年経ってるんですかね、今度こそ、ね、待ってます、今度こそ、監督の ね3本目、うん、3本目があるか、うん、水谷さんも出てくれるって言ってたよ、このもう映画界のムーミンパパ、ね、なので、そんなこんなの、はい、まあ、夏で、そうそう、それで、今度秋になるとまた今度別の監督のイベントが、そうなんですよ、これね、多分これオンエアする頃は終わっちゃってるイベントなんですけど、はいはいはい、見てくださいよ、樋口真嗣監督の一日警察署長ですよ。一日警察署長ってさ、ほら、アイドルがやったりとかさ。まあ大体タレントさんとかね。最近も、ね、ちょっと、なんかね、どうですね、清水美智子の一日署長、どう見てもネタにしかなんない、ネタにしか見えないみたいなね。で、もうその、大ファンのね、警察の方がいて、ぜひ監督でって言って。はいはい、でもね、監督のちょっとね、ないでしょ、こんなの。なんかね、やってそうな人はいますけどね、なんか、でも、大島さんとか伊豆さんはちょっとな、反響力だから、ね、なんか。頼まれてもきっと、やらんじゃないか、やらなかったんじゃないかって感じなんですが、樋口さんはね、結構好きみたいで。ああ、まあまあね。いや、目立ち上がり屋だから。そう。で、特撮のね、DNA 展っていうのが東京タワーであったじゃん。はいはいはい、で、この時に、トークとかいろいろあって、で、樋口さんが、警察署長やるらしいって話とかも出て、多分ね、そのイベントに来た人は全員これ申し込んだんじゃないかってくらい、あっという間に先着順なのね、これ参加者埋まっちゃって、で今ちょっと天使が喋ってるのはこの、19日のね、ちょい前なんですけども、ちょうどね、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと連休、ちょうどこの連休のね、今初日ですよ、そう、ね、なので、ちょっとあの手この手で忍び込もうかなという、はいはい、なのでこれはまたね後日報告が、ね、何が楽しんでくるんだろう、なんかね、監督 ね、なんか監督がお菓子でも配ってくれるのかしら、最近監督なんかお菓子作りがなんか趣味みたいな、そうすごいんだよ、もうカヌレとかさ、はいはいはい、なんかもういい材料使って、パッケージとかもなんかこう、すごいの、なんかお前らしいですよね、そう、すごい、こんなこと言ったらなんか監督くんないですかね、お菓子、ね、そうですよね、見てましたらぜひとも、はい、ね、横浜市旭公会堂で、旭警察署の一日署長、すごいですよ、神奈川県警音楽隊の演奏があったりとか、
交通安全特殊詐欺撲滅のイベント、うん、それから監督作品や特撮についてのトークショー。なんかないですかね、その時になんか変な族みたいなのがなんか襲ってくるとかね、なんか要塞警察みたいな感じで。ちょっとドキドキ、ね、で樋口さんがちょっと大活躍で、ね、こんな人とかかなと思って、ね、待ってましたみたいな。そう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 、そういうのがね、ね、うん、あ、そういう映画撮ってほしいな、うん、なんか樋口さんも。なわけで、うん、楽しみにしておりますので、はい、はいはい、そんなこんなでじゃあちょっと前振りが長くなりましたが、どうしましょう今週は、ね、うん、いろいろほら間が空いちゃったので、うんうん、やりたかったけどもできなかったやつとかもうちょっと終わっちゃったものを、うん、今回はまあちょっと行こうよ、うん、ね、ちょうど秋であのあれですからね、うん、あのちょっとなんかバーっとメジャーなちょっとあれがないので、うん、まず何からいきます？ノープ。ノープ。ああ、見ました、ノープ。見ましたよ、劇場行きましたよ、ね、はいはいはい、ねえ、どうでした、三上さん。もう一回 IMAX、うん、今度は。いや、あれはね、本当にね、IMAX で見るべき映画ですよ。IMAX で見たでしょ？ IMAX で見ました。すごいですよ、本当になんかね。特にね、今回、まあ、見た方ならもうわかると思うけども、うん、実は IMAX では結構ネタとしてあるんですよね、やっぱり。中にね。うん、そう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 、うん。すごいですよね、何がすごいって、今時、うん、もう映画がデジタル化してる中、フィルム IMAX っていう。これ？うん。これですよ。あんまりくわ、ネタバレになるか言えないけども、うん。これくらいしか見せられませんがね。そう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 、これね、うん。これは重要ですね、うん。で、ね、何がやっぱポイントかっていうと、うん、あれを撮影監督って、ノブの撮影監督って、うん、ホイテマン・ホイテマじゃないですか。うん。ホイテマン・ホイテマって人何かというと、クリストファー・ノーラン組の人じゃないですか。うんうん、で、クリストファー・ノーランって基本的に IMAX 大好きで、しかも、うん、まあ基本的にフィルム市場主義者だから、うんね、フィルム IMAX で撮ってるんですよ、毎回。うんうん、だから、それを踏まえてみると、あれはっていうのが。これ、うん、ですよ。しかも、うん、しかもね、IMAX、ちょっとフィルム IMAX をこれで、うん、しかも手持ちで。これで手持ちで、そんなに最初から回したらなくなっちゃうよ、うん、フィルムとかさ、うんうん。いろんなことね。そうそう。で、またそのシーンで、ちょうど効果的に IMAX フォーマットっていうのが、まあ、ご存知の方多いと思うんですが、うん、IMAX フォーマットのフルの画角で、うん、に変わるんですよ。うん、たまんないね。だから俺の中では、映画の種類として、うん、もうホラーとか SF とかそういうのじゃなくて、うん、スコセッシのヒューゴの不思議な発明とかあったじゃないですか。ああ、わかるわかる。すごくよくわかる。うん、結局あれも、うん、3D 映画がいろいろ出てきた中で、うん、本当に映画の立体視は何かっていうのを、うん、要は実際に映画室をなぞらえて、うん、メディエスとかあの辺の、うん、やったわけじゃないですか、うん。で、そこもちゃんと構成とかを考えて、要は飛び出すんじゃなくて、うん、映画系の立体って何かっていうと奥行きだみたいな、うん、オープニングのパリの街とかそうだったじゃないですか。うんうんうん、そうそうそう。で、うんだね、うん、だから本当に 3D とは何かっていうのを真面目に考えた映画。うん、で、だから、俺の中でそういう映画って何かっていうと、結局、まあ、講師の後、今回ちょっと、また紹介しますけども、アバターとか、うん、あとあれ、エイリアン4の監督、うん、なんだっけ、名前忘れた。何何天才スピベット。はいはい。うん。あれだもんそうだけども、うん、結局 3D っていうのは飛び出すんじゃないんだ。うん、奥行きだっていう。そう、うん。うん。そういうところをちゃんと本当に 3D の正しい使い方の映画として、うん、あるんだけども、うん、それの IMAX 版ですよね。そうですね、うん、本当にね。ね、そう、うん、私見に行った時は、うん、もうなんか劇場小さくなっちゃってて、うん、小さいスクリーンでの上映とか、うん、もうなんか、時間とかもね、限られちゃうので、うん、で、こう、そしたらばなんか、だから、ここぐらいのサイズだったんで、あ、これはやっぱり大きいスクリーン、うん、しかも IMAX で見る映画として作られているんだなっていうね。で、ノープって基本的に見るっていうその要素っていうのは結構映画の肝っていうところになってるわけじゃないですか。うん、ね、オープニング結局まあ、これ言っちゃうとあれだけど、オープニングが惨劇っていうか、あるじゃないですか、うんうん。あれも結局なんかその視線っていうのがあるっていうのテーマになってるわけじゃないですか。うんうん、で、結局これ出てくる謎のね、うん。謎のあれね。そうそうそう。とか、主人公が結局コミショっぽいいるじゃないですか、うん。結局何かの視点っていうので、結局物語の構成ができてるわけじゃないですか。うん、そこの最たるところが最後のやっぱりこれなんですよね。ですね、うん。そういう意味で、だからまあ SF とかホラーとしていろいろ要素あるんだけど、やっぱそこなんですね。これですね。これと、これですよ。みんなでもコミショのキャラでしょ、うん、そう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 。あとで、やっぱ見て思ったのが、うんうん、これ言っちゃうと、確実にもうネタバレになっちゃうんだけども、うん、あれですよね。
ウルトラシリーズのあれですよね。うん、あの、あれですね。あの、うん、何作目かは言わないよ、うん。何作目の何話かは言わないけども、うん、あれですね。まあ、まあ、シンと言うと全滅しちゃうやつ。うん。うん、あの話ですよね。うん、もういいか、もうあの、もうこれ公開してもうだいぶ1ヶ月以上経ってるから、うん、もうこれぐらいでいいですよ。これぐらいは OK です。うん。そう。ね。まあ、ね、まあ、レオ。ね。ね。だからそういう話だよねっていう。うん、だから話としては結構そういうところなんだけども、やっぱそういうちょっと映画的な、なんかちょっとくすぐりっていうのが、うん、やっぱ俺はそこがすんごい気に入ったっていう、うんうん、ねえ、あと主人公のあのトレーナーも、また、うん、あの、それにこうして、なんかパナビジョンカメラのちょっとロゴがついてて、そこがやっぱちょっと狙ってるなってんだけど、うん、そのトレーナーがまた作品がいいよねっていう、あの、ね、まあ確かにユニバーサル作品だけどさ、みたいな。そこもでかっていう。ユニバーサル作品だよね。そうそう。そうだよね。しかも最初に出てきて、それがちゃんと伏線になってるっていうところはまたね。結構、うん、あっちこっち種まいてるじゃん、そう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 。伏線のね、うん。そうそう。で、それがうまい具合にちょっと、ポイントだったんですよね、うんうん。だからこれはもう一回見ても、三、うん、回目見ても、ね、これ以上アピールいい商売してんなっていう。ねえ、うんうんうん、もうね、本当にチンパンジーとかね。チンパンジー、だからチンパンジーが本当にね、後半あそういうところにかかってくるのかっていうところがね、うん。あの、だからそういうところも見ようかなんですよ。ね、それとかね、その、ハリウッドの周辺、うん、でもちろんあのランチっていうか牧場もその周辺にあって。そうそうそう。だからそれも映画産業っていう流れもあって、うん、だから本当に映画の映画なんですよ、あれ。映画の映画で。うん、あの、ホラーとか SF 以前に、ちょっと映画の、うん、まあ、業界ものって言うとあれだけども、うん、ね、いろんな要素がそういうところを、うまい具合に、あの、くすぐりに使ってるから、それが面白いんですよ、また。ね、だからそのチンパンジー絡みに言えば、だからそのね、子役の。そうそう、元子役のね。元子役の、そのアジア系の俳優。俳優っていうかね、今はその、ね。あれもね、ちょっと。ね、映画村やってるみたいなね。あの、一回潰れたやつなんか買い取ってね。で、人気させて。で、そこでまたちょっとなんかあの、新しいの作ったところもまたちょっとそれも薬になってるわけじゃないですか。そうだ、その辺もなんか、うまくこうね、気持ちよくっていうか、はいはい、気持ち悪くというのが。まあ気持ち悪いですよね、基本的に。で、あいつじゃんみたいな。そう。そうそうそう。ね、あれこそ。でも、ああいうのがいいよね、やっぱり。ね、その、やってくるやつは。はいはいはい。みたいな。まあ、このちょっとあの、やってくるやつは、やっぱちょっと、とんだいっぱい壊せ物感じるのも私。壊せ物で、やっぱりやってくるやつはね。うん。やっぱりいけないんだよ。うん。出てくるまでの不気味さと、うん、出てきた時の、そう来たかみたいな。そう来たかで、そういうやつだったのかみたいな、ね。そう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 。うん、ねえそうそう。あのちょっと感覚もいいですよね。うん。だからね、これはね、ぜひ、大きいスクリーンで。はいはい。そう、今からだもんね。だからあの、まあ、それ、前半と後半でまたこの、スピルバーグの映画で例えられるところがね。うん、ねえ、ね。うん。ちょっとね。ねこれは、なんか、また、なんか、そういう回を、たっぷりの、うん。まあ、ちょっと長いけども、あの、でも、楽しいですよ。本当に楽しい映画でしたよ、うん、最後まで。で、楽しい映画っていうと、これも楽しかったですよね。はい。ね、はい、ブレイトトレイン。もう予告編散々劇場で見ましたよ、うん、みたいな。だから予告編見ただけだと、うん、本当になんかこれ国賊映画だなと思って見るんだけども、うんうん、それがまあいいんですよ。ね、そう。うん、だから、うん、その、ね、やっぱりさ、ほら、うん、その、見たいものを見せてやろう的な。だから、キルビルの、例えばさ、オーバーヤみたいな。だから、すごい、これ、タランティーノシンドロームの、うまい具合にパロディっていうか、うん、なんか、うまい具合になんか、それをネタにして遊んでるなっていうところがあるわけじゃないですか。うん、あの、みかんとレモンとか。そう、みかんとレモン。みかんとレモンって結局、あの、ヴィンセントとジュルズじゃないですか、完全に。そう。で、あの、ジュルズが結局、あの、モイオカンフーとか、あそこら辺をなんか、すげえ、なんか、リスペクトして、なんか、それ撮影してるところを、レモンが何やってるかっていうところが、まずそれが、ね、ネタになってるわけじゃないですか。ね。いやもうさ、ね、この新幹線さ、あっちこっち止まるしさ、こだまに乗ったのか、みたいな。そうそうそう。ね、夜行じゃん、夜行。あの、気がついたら朝になってっていう。そう、気がついたら朝になって、なかなか、その、京都にも大阪にも着かねえ、みたいな。そうそうそう。でもあれ、上位時間がちょうど、あの、大阪、あの東京、京都間の時間になってるんですよね、あれ。ね、なんか、伏線の張り方とか、回収の仕方って、なんか、工藤官九郎のドラマみたいなんですよね、また。工藤節みたいな。そう。あの、だから結局、時間の時系列をいろいろシャッフルしてるところって、まあ、いろいろあるわけじゃないですか。あの、まあ、レザボアドックスとかさ、ラショーモンとか、なんか見てると、なんかあまりにも軽妙にやっちゃうから、なんか、キサラズキャッツアイみたいなやつよ。キサラズキャッツアイ懐かしい。あの、何回裏とか行って、って戻ってくるみたいな。すんごい、だから、単なる国賊っていうよりも、やっぱ、
あのデビッド・リーチってそうだけど、やっぱデッドプール3にしても、うん、あのワイルド・スピードのスーパーコンボにしてもいいけども、やっぱこういう軽妙なクソもんでうまいよねっていう。うんねうんうん、あの全然重いんだけども、それがなんか、本当動作になってないっていうか、なんか。まあね、こういうね、ねキャラクターの皆さんキャラクターがまたね。この着ぐるみちゃん、オリンピックのなんとかちゃんみたいなさ、とかさ、うんあのザ・ディービーズの中あの変な女殺し屋とかそう次々と乗ってくる乗ってくるっていう、うん、もう駅止まるからねそう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 降りられない、うん、みたいなさ、うん、まあ殺し屋通るのは本当になんか殺しの楽園とも言えるしね、うんうん、そうね、まあそれでもやっぱり全部最後の方に出てきていいとこみんな持ってっちゃうのはサナダくんリュウクサナダがね本当これいいですよ、ね、だからあれも結局キルビルの千葉新一に近いところの位置を狙ってるんでしょ、うん、完全にね、だからもう本当にリスペクトしてるし、うん、だからやっぱり渡辺謙じゃなくて、うん、真田君だよねっていうさ、そういう、うんね、そんな真田広之も食ってしまう、うん、ちょっと出落ち感が一人いるっていう。あの、デビッド・リーチともちょっとあの、うん、このブラッド・ピットとも繋がってるっていう、うんうん、なんかこの前ネットニュースでちょうどもうネタバレ覚悟で出てたんだけども、うん、あれっていうのは、結局、あの映画にあの、ブラックピットがゲスト出演したじゃないですか。うんうん、あの、どの映画って言わないですよ。うんうん、はいはいはい、はいうん。あの、その恩返しだっていうのは、ちょっと、うん、ありがとうだよね、うん。そうそう、うん。いい話なんだけども、うん、お前そこで出落ち出るかっていう。で、そんな、こっちは、なんか、まだまだっていうか、大きい劇場で、大きいスクリーンで、やる、うん。まあ、これももうちょっと1ヶ月経って、そろそろちょっと ね、落ち着いてくるんだけども、ね。これはね、うんあの柳下喜一郎くんが言ってたけども、うん、どんな映画かっていうと、うん、脳みそをうちに置いてきて、はいはいはい、見るような映画、ね、いや本当にバカな映画なんですよ、はいね、バカな映画なんだけども多分俺今年これ一番お気に入りかもしれないいや見る前そんなことを感じた、うんうん、まあちょっと極俗かなとか思って見たんだけども、うんうんちゃんと国賊っていうか、だって、あの、日本の描写って、うん、結局一番正しいのって、うん、パチンコ楽園の看板だけっていうところが。そう。もうだからね、うん、もうね、だから、とにかく、見たいのこれだろっていうのが全部てんこ盛りになってるっていうね。ああいう新幹線乗ってみてだよね。そうそう。これ見たらさ、みんな乗りたくなると思うので。だってもう、新幹線だとどう考えても座席がなんか、あの、アメリカのなんか地下鉄みたいな地下鉄みたいな。そう。ねえ。うん。なんか変な売店がついたりとか、あの売店ちょっといいなーなんてね、あはいはいはい、とかね、ねキャビアで、お店いかがですかとか言って、ね、うん、なわけで、うん、これはぜひスクリーンでね、はいはい、いや本当にでもノープンバレットでも本当に、ねだからやっぱりね映画は映画館でっていうか当たり前なんだけれども、はいはいはい、映画らしい映画っていうか、うん、うんうん、ねあの、どちらも愛すべきというか映画館に行って見るべき映画なので。はいはいうんぜひですね、見てほしいなって。まあ、そんな感じで、大体もう時間いっぱいだと思うんだけども、うん、あと、まだ多分公開されてると思う、その、The Deep House。Deep House。ああ。これは湖の底に、うん、その、いわくつきの屋敷があって。近づくだけでダメだろうみたいな。はいはい。もうアウトじゃないですか。そうで、なんか案内してくれる怪しいじじいがいたりみたいな。もうなんか定番ですね。ね。うん。まあ、あの、こう来たかみたいな、はいはいはいうん、映画なので、うんうん、これもあのぜひスクリーンで、うん、それからヘルドッグスまああの和夫さんがねもともとあの人は原田雅人大好きだから、うん、ね結構やっぱ褒めてましたよね、うんうん、まああの本当に、うん、あの見る側も体力使うけれども、うん、まあすごい、うんうんまあ、あの、岡田原田コンビは、まあ、これで何作目っていうこともないけども、うん、本当になんか、また、ね、岡田純一はちょっとアクション俳優としてのね、うん。うん、そう、なんか最近そっちの道だよね、なんかね。うん、まあ、もともとあの、あれとかやって、ジークンドーとかやってて、格闘技には、あの、一過もあるみたいな人なんで、うん、うん、逆に言えばもうこれで、こっちの方がいいんじゃないかっていう、うん、もうね、あの、V6 も解散したし。ねそうだね。ねうん、まあ、こう、潜入捜査官の話なんだけれども。ね、そんなにみたいな話でもねあるので、うん、はい、原田さんもなんか思い切ってこういう路線に来たなっていう、ね、伊豆ですよ、犬ですよ、はいはいはい、うん、これも ね、ぜひぜひスクリーンで、はい、あと最後にちょっとモルカですよ、ね、もうみんな大好きモルカ、もう、うん、いい、もうね大好き、ちょっとほら名、はいはい、までもらっちゃいましたよ、いやそれはもう三田さん塗らないと、いや、ね、もうさあの
子供向けなのかいこれってくらい。まあ、だから結局、やってくれますよ。まあ、最初は結局朝の子供番組でやって、うん、大人がもうなんか目つけて、うん、ブレイクしたわけじゃないですか、これ。だからさ、うん、もうなんかこのネタ子供わかんないだろうって思いながらもう、もう最高だったりっていうね。うん、まあ、これももともと本当にそういう、うん、まあ、ストップモーションアニメーション系の人が作った作品を結局子供向けにやってて、うん、それで、なんかヒットした、引っかかったみたいな人、うん、アンテナに流れなんで、ね、まあ、それは、ちょっともう良かったなっていう感じなんだけど、まさか映画になるまでやった、ね。映画になってさ、だから大きいスクリーンでさ、うん、はいはいはい、子供たちと見られるんだよ、モルカー。うん、モルカーが。モルカー。いやー、もうたまらない。後悔を見て、モルカーこう走るんだから、テテテテテテテみたいな感じ。しかもまあ、ね、これ、こっちも書いてあるけど、うん、もう、テレビシーズンの第2シーズン始まりますからね。そうだよ、始まりますからね。はい、もうぜひ、うん、これね、本当、本編どのくらいかな、すごく短いの。まあ、一歩一歩はね、短いから、ね、はいはいはい。でも、もう、本当に詰まってる。どの話も好きです。うん。うん、ね。全12話を一挙上映、はい、プイプイワクワク盛り上がろうっていう、うん、結構なかなかすごい話もいっぱいあったりしてさ、はいはい、まあまあまあ、うん、元は意外とだからそういうところなんで実践作っぽいところから来たところだから、ね、まあね、それはたまらないな、うん、ゾンビの話とかもあったりさ、もう好き勝手ですよね、完全にもう あれここからみたいな、うん、もうちょっとね、はい、ついみたいな感じだったんで、モルカ、9月、もう23日から、ね、っていうことはもうちょうど公開した直後ですね、はい、今、はい、なので2週間限定の公開なので、はい、これ子供たちと一緒にぜひぜひでしたもん。でこれ見てまたテレビ見るとね、はい、うん、というわけでこれを紹介してくださいアバター。アバターですよ。もうすぐまあ年末にはあの例の新作ウェイオブウォーターが公開されるわけですけども、うん、それに合わせて一応このリマスター版が、ね、3D のリマスター版ってやつですね、そうですよ、うん、公開されるわけ、まあでも通でもあのアバターも公開してるわけですけども ね, ねこれもなんか限定公開でしょ、2週間です2週間で、じゃあモルカーと同じだね、うん、はいはいはい、うん、アバターどうですか、でもいや、うん、でもなんか本当に久しぶりに見るってことだよね、うん、だからさっきも、うん、まあノープの時言ったんですけども、うんうん、これもだから結局ヒューゴとか、うん、あの辺と一緒で映画の 3D って何かっていう時を語るんだったらやっぱこれかなっていうわけあるじゃないですか、特に今キャメロンなんてのは結局技術屋だから、うん、特にそういうところをちゃんとアピールするっていうところですごいやっぱ世界観の見せ方とかすごい上手かったわけじゃないですか、うんうん、ねそういう意味でこれがまたリマスターされてどうなるかっていうのを興味があるのと同時に、うんうん、あとやっぱ三田さんなんかも多分感じてるかもしれないけどもウェイオブウォーターって、うん、じゃあそれをこのミスターとどうなっていくんだろうっていう、ね、ちょっと不安つもあるんですよね、うんうん、そうだからなんか、うん、ね、もう一回っていうかこのね、うん、新たな映像で見て、うん、年末に備えるみたいなそうまあなんだけども、うんうん、これが結局すごかったわけじゃないですか、うんウェイオブウォーターってそこからの上積みが本当にあるのかどうか、うん、で今もう結局だんだん、まあ、ビジュアルエフェクツ自体がもう昔みたいな職人芸みたいなああいうのじゃなくて本当になんかインダストリアのものになりつつあるわけじゃないですか、うん、もうアベンジャーズとかああいうところ MCU とか見てても、うん、まあ MCU とかスターウォーズとかああいうの見ててももうこういう立体とかそういうのは、うん、もうなんかやって当たり前みたいなところがあるわけじゃないですか、うんうんそれに対して一体ウェイオブウォーターってどういうのを、うん、どういうとこを見せるかしかもあれ五部作ですよそう素人目で考えると絶対どっかでなんか仲折れしちゃうところがあるだろうっていう、うん、ね絶対これキャメロンやばいだろうっていう、うん、どういう賞賛があるんだみたいな、うん、だからそれがすんごいやっぱ今一番気になってるんですよ ね、うん、心配でもありでまたどうせ1本3時間とかそんなんでしょこの長いんだよねこの頻尿殺し、うんうん一体そこに俺キャメロンのどういう相談があるのかっていうのがすごい今気になってしょうがないですよ、うん、ねそういう意味でもちょっとまずまあこれを見返すっていうところはまあちょっと予習としてね、うん、大事なんですけども、うんちなみにこれ、まあねうんうん、ちなみにこれ試写場なんですけどね、まあ、そうそうそうあれなんですよね、あの、うん、あれ試写やってるのがちょっとねドルビーシネマなんですよね万能地ピカデリーのドルビーシネマなので、うん、あそこすごいんだよ、ね、真っ暗になるんですよ、いやいや本当に俺もあれですよ、うん、ムービックス埼玉のドルビーシネマ見てますから、うんあのドルビーシネマすごいですよね本当に没入感違うから、ね、それでアバター見たらどうなんだろうっていう、 そうだから、うん、今までのアバターどっか行っちゃうのかもしれないってちょっと
思ったりもしてる、はいはいはい、ね、うん、でも3時間ですよこれをやってない時間ですね。でもキャメロンそういうものだと思ってるし、まあ、はいはいはい、彼はほら映像の追求者っていうかね、うん、追求者っていうかほら、うん、常になんか新しいことを試してみようっていう、うんうんうん、本当にでもウェブウォーターどこでそれを出すかっていう、うなんだろうね、あの映画的な例えばイベント的な映画興奮って割と今言っちゃうと、うん、あのアベンジャーズそれもインフィニティウォー、うん、あじゃあいやラスエンドゲームとかあの辺でもここまで爆上げしちゃって、うん、そっから今もう結構こう下がってる感じってあるじゃないですか、うん、やっちゃってるから、そうそうそう、もうあそこまで見せるもの見せちゃったら、うん、じゃあよっぽどのことじゃない、そこのハードルをどうキャメロンが超えていくかっていうのが、うんうん、興味ありますよ ね、やっぱり。ありますね。ちょっとワクワクドキドキ、うん、超えられるのか、ね、うん、あのハードルごと倒れちゃうのか、それともなんかひょいとなんかもう3メートルぐらい飛んじゃうのか。うん、まあキャメロンだからね。キャメロンだから、しかもなんかこんだけ10年以上かけてさ、うん、あの5部作でやるっていうぐらいだから、うん、まあ多分とんでもないものを見せてくれるんだろうと、うん、一応ねハードルを上げとこうという、うん、ね、ということでこのアバターを、ね、まずアバターを、はいはい、ね、アバターです。はい、はい、なわけで、はい、ぜひぜひ、はい。